はい、こんにちは。安藤明久です。今日はですね、やりたいことがない人へ、偽りの夢を語るなという話をします。この動画を見ると分かることはですね、やりたいことがない人は、絶対に、嘘の夢を語ってはいけないということが分かります。では、いきましょう。僕はですね、かつてずっとですね、嘘をついて、嘘の夢を語り続けていました。例えばどういうことかというと、小学校の頃にですね、夢とか何もない状態だったんですけど、医者とか弁護士になりたいというとですね、学校の先生や両親がものすごく褒めてくれたんですね。学校の先生とか両親はですね、あまり褒めてくれなかったんですけれど、僕がですね、将来医者とか弁護士になりたいというとですね、褒めてくれたんですね。嘘をついて、人に褒められるということを覚えました。で、それでですね、小学校から、中学校の卒業時までですね、ずっとですね、夢は何ですかって言われると、もう医者が弁護士になりたいと嘘をついてですね、安藤はすごいとか、医者と弁護士になるなんてすごいねって、こうやって褒められることを繰り返してきたんですね。で、そうなってくるとですね、自分の夢がないっていうことに気づくんですけれど、でもですね、自分自身と向き合うより、人から褒められた方が楽っていう考え方になっていきます。で、そうするとですね、これを繰り返していくとどうなるかというと、僕が嘘ついてることなんてもう他人にはわからないので、こういうですね、医者とか弁護士になりたいっていう僕の嘘の夢をですね、人がどんどん応援しだしたんですね。で、こうなるとどうなるかっていうとですね、僕はですね、全然やりたくもないことなんですけど、でもそれをですね、人がどんどん応援してくれて、ものすごく辛くなったんですね。そしてですね、自分がやりたくない夢をどんどん人が応援しだすので、やりたくない夢に向かってですね、自分が進まざる得なくなったんですね。そうなると、ますますですね、自分のやりたいことに対して向き合えなくなってくる、こういう悪循環を繰り返していました。ですから、ここで気をつけなきゃいけないのはですね、とにかくやりたいことっていうものはですね、自分が本当にやりたいこと、もう本当にこれだけなんですね。ですから、医者とか弁護士とかですね、そういう他人がすごいと思う価値観に凝り固まって生きていると、本当にやりたいことっていうものは見つからなくなります。ですから、もしですね、あなたがやりたいことがないというのでしたら、人の価値観に凝り固まって生きていないかということをですね、ぜひあなたがまず確認してみてください。そしてあなたがですね、もし人の価値観に凝り固まって生きているとするとですね、あなたのやりたいことがこのままだと見つかりません。ですから少しずついいので、あなた自身がですね、やりたいことを見つける時間というものを毎日少しずつでもいいのでですね、作っていってください。じゃあそれはその作った時間は何をするかというとですね、それはあなたがですね、やりたいこと、一つずつ達成していくということなんですね。あなたがですね、小さなやりたいこと、これは欲望でいいんですけど、一つずつ達成していってください。例えばですね、一日中寝たいと思えばそれがあなたの今やりたいことなんです。ですから一日中寝てください。そうするとあなたはやりたいことができたんです。買い物に行きたいと思ったら行ってください。そうすればあなたはやりたいことができたんです。で、ここで大切なのはですね、一日中寝てしまったらどうしようとか、一日中寝てしまったら誰かがなんかあいつすごいぐうたらしてるって思われるかもしれないとか、こういうふうに考えるかもしれないんですけど、でもそれは他人の価値観に凝り固まっている証拠なんですね。大切なのは他人がどう思うか関係なく、あなたが今やりたいことをやるっていうことなんですね。寝たいなら寝てください。買い物に行きたいなら行ってください。ゲームをやりたいならやってください。これだけなんですね。もちろんやりたいことというものはですね、他人に迷惑をかけない、法律を犯さない、もう本当にこれさえですね、満たしていれば大丈夫ですので、あなたのやりたいこと、本当に小さなことでもいいのでですね、それを一つ一つ向き合って、一つ一つ達成していってください。そうするとですね、ちゃんとあなた自身があなたに向き合うことができてですね、それが他人の価値観をですね、少しずつ取り除いていきます。で、それでもう一つ最後に言いたいことがあります。それはあなたがもしやりたいことをやっているときはしっかり感謝して楽しんでください。あなたが寝たくて、もし寝ることができたのならそれはやりたいことができたということです。やりたいことができたっていうものは本当に幸せですよね。本当にそれは楽しむべきなんです。
ですから自分はやりたいことができたんだ、ありがとう、こうやってですね、やりたいことができて、そして感謝して、そしてありがとうと感謝をしてですね、心の平安を少しずつ取り戻していく、これがですね、あなたのやりたいことを見つける方法です。はい、では最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら、画面右上のチャンネル登録ボタンをクリックと、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。また YouTube の動画説明文のリンクからメルマガ登録をしていただけると嬉しいです。最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。